正面から、アランフェス王宮は、16世紀に、フェリペ2世の命で建設が始められた、スペイン王国の王宮である。設計は、エルエスコリアルと同じく、フアンバウティスタデトレドとフアンデエレラによる。18世紀のフェルナンド6世の知性に完成し、カルロス3世によって拡張された。玉座の間アランフェス王宮は、スペインの首都マドリードから南に、 約 60km の海抜約 489m の高原にあるカステリアの地域のオアシスとも呼ばれる宮殿建築と庭園を持つスペイン王国のハプスブルク家の時代から王宮として使用されていたという長い歴史を持つ宮殿であるアランフェスの王宮はレコンキスタを冠水したカステリア女王イザベル1世と夫のフェルナンド2世もこの宮殿を 好んで訪れていたとされている。現在の宮殿建築は16世紀にフェリペ2世の命で建設が始められたものである。建築に携わった建築家はあのサン・ロレンゾでエスコリアル修道院を計画、指揮したファンデ・トレドである。アランフェス王宮のバロック様式の建物をルネッサンス様式の建物として飾り付けた様式の建物はサン・ロレンゾの建物と 類似していると指摘される。王宮から、田穂川に沿って広がる庭園は、森や庭からなり、多くの泉屋像で飾られている。王宮正面の、パルテレ庭園、田穂川と人工の川に囲まれた、島の庭園、田穂川に沿って伸びる150ヘクタールの王子の庭園などからなる。かつては、王室の農業試験場でもあり、スペイン王門時代に、 世界から集めた植物が栽培されていた。庭園だけでなく、宮殿には多くの部屋がある。特にカルロス3世の陶器の間は著名である。その他に、鏡の間、玉座の間も重要な部屋部屋であった。また、この宮殿には付属して、王族衣装博物館もある。そこには、華麗な王族たちの衣装が展示されている。その他に、ラブラドール宮が、 庭園に付属して計画され、18世紀のネオクラシック様の建築となっている。2001年、王宮と庭園を含む風景は、アランフェスの文化的景観として、ユネスコの世界遺産に登録された。自然と人工ものからなる景観が何百年も維持され、発展してきたことが評価された。経緯は、以下の通りである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。